こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年潜水艦は各国で増加しており、日本の EEZ 内に侵入いち早く発見し、行動を監視している。中でも、中国籍潜水艦の侵入行動は目に余るものがある。しかし、日本の水中電浄センサーの進化を発揮している。海自潜水艦だけが他国の潜水艦を発見しているわけではない。直近の中国潜水艦をどのように発見追跡をしているのか見ていきますね。中国海軍所属とみられる潜水艦が日本の南西列島付近接続水域内を潜航したまま航行しているのを海上自衛隊の水中電浄センサー水中聴音機が捕捉したことが明らかに。中国の潜水艦なら2016年1月以来約1年半ぶりの行動となるが、果たして中国海軍、さらに中国共産党指導部は何を意図しているのか。海上自衛隊、ひいては日本が世界に誇る潜水艦探知能力が今周辺国の日本海周辺での防衛行動を捕捉している。無論、南西列島近辺において活動している中国潜水艦も日本の潜水艦捕捉技術、能力で発見されていることとは言うまでもない。では、直近の中国潜水艦をどのように発見追跡をしているのかについて、述べていくことにする。2020年6月18日から20日にかけて、中国海軍の所属とみられる潜水艦が、奄美大島並びに、横島島周辺のトカラ海峡、日本の接続水域内を、潜航したまま航行し、南西方向の東シナ海に抜けたとみられることが、日本のマスコミを通じて、防衛省より発表された。当然のことであるが、中国側からは、何の声明も、出されておらず、また、これを発表した日本の防衛省側でも、潜水艦探知能力が公になって、今後の防衛上の任務に支障をきたさぬようにと、具体的な証拠などを示すことは控えた。そのため、確定ではないものの中国海軍の所属潜水艦であるとされており、これが事実だとすると、2018年1月の尖閣諸島近海での接続水域航行から、およそ1年半ぶりの事象となる。この前回のケースでは、海上自衛隊の追尾を受けた中国海軍の小級原子力潜水艦が、その後浮上して中国国旗を掲げる前代未聞の出来事に、発展している。結果、こういう事案では推測で公表されるのであるが、潜水艦の国籍は、元より艦級、艦種までも明かされたことが、国内外で話題となった。これは、秘匿性を市場の価値とする潜水艦が、わざわざ、その存在を相手に、晒すことなど、通常であれば、とても考えられない事態として、日本のみならず、中国でも、その行動を問題視する声が聞かれた。今回のケースでも、海上自衛隊の P1、P3 哨戒機と護衛艦、加賀、などの、複数の艦艇が、
当該潜水艦の追尾を行っており、もちろん、海上自衛隊としては艦級、艦種はもとより、個々の艦まで識別していると推測される。当然、海上自衛隊では、その発見方法を含めて手の内を明かさないためとして、探知方法等の詳細な情報は一切公表していないが、海上自衛隊は敵潜水艦の発見に艦艇や追潜哨戒機に搭載されている。ソナーのみでなく海底に据え付ける固定型ものも保持していると思われる。こうしたソナー、つまり水中音を用いた補足手法に加えて、水中の電流を感知する方法や水中の温度変化を感知する方法など、複数の潜水艦探知技術を併用している可能性も考えられる。水中の電流を感知するには、潜水艦が船体の腐食を防ぐために発している防食用の電流、または漏電した電流、さらに航行中の潜水艦が地磁気に与える電流などを磁気センサーで捉える手法が存在している。また温度変化の感知方法は、潜水艦が先行航行する場合、原子力推進であれば高温の排水が、通常動力型であれば先行深度に応じた低温の海水を攪拌することから、その温度差を捉えるものとみられる。いずれにしても、海上自衛隊の潜水艦発見手法やその後の対処に関しては公式見解が示されることはないが、やはり気になるのは中国海軍の潜水艦の艦級、艦種である。2018年1月の場合は自ら浮上したことで映像にも撮られており、その形状から小球原子力潜水艦であることが判明している。今回のケースの潜水艦は、現時点で得られた情報から考えると、039A 型の攻撃型潜水艦ではないかと思われる。 039A 型潜水艦は NATO の別名では元型とも呼ばれていて、基準排水量が2000トン、水中排水量が2400トン、全長72メートル、最大幅 8.4 メートルの比較的小型のディーゼル推進潜水艦である。039A 型潜水艦は2006年から一番艦が就役開始、これまでに全13隻が建造、実戦配備されている。そしてさらにあと7隻が計画中であり、計画のものも含めて20隻となる。中国海軍のディーゼル推進潜水艦としては2020年現在でも最新の艦級、艦種に該当している。この039A 型潜水艦の就役に伴い旧式化した潜水艦は、自国沿岸部の海域を主要行動範囲に変更、039A 型潜水艦が太平洋につながる外洋を担当することになったと考えられる。今回、日本の接続水域内を先行したまま航行した潜水艦は 039A 型潜水艦であり、太平洋方面から東シナ海に抜けた行動から中国への帰島を目指していたと推測される。039A 型潜水艦は、海上自衛隊の双流型でも10番艦の昇流までが採用していた
非待機依存推進機関のスターリング機関とディーゼル機関の両方を搭載する潜水艦と言われ、大への輸出も確認されている。ちなみに、オウリュウ以降は、スターリング機関に変えてリチウム電池を採用している。今回の奄美大島並びに、横島島周辺の日本の接続水域は、地理上では、トカラ海峡と呼ばれているが、これをめぐる中国と日本の両国の公式見解もそもそも食い違っている。これはトカラ海峡を国際海峡とみなすか否かという問題であり、日本はもちろん国際海峡ではないとし、国際海峡ととする中国とは180度異なる。中国がトカラ海峡を国際海峡だと主張する理由は、もし国際海峡そうであれば、潜水艦が先行したまま通過することが可能であるためであり、根拠は全くない。日本側はただ無害通行のみ、つまり潜水艦なら浮上して航行すべきとしている。今回の事象では、中国海軍所属と、おぼしき潜水艦は丸2日間にわたり、約3ヌット以下とみられる、微弱な速度で、先行航行を続けており、このことの正確さからも、極めて意図的に行動していたと考えられる。2016年1月のケースと異なるのは、最終的に浮上して、国籍を明かしたか、田舎の点だが、2016年の事例では、自国内からも多くの批判の声が挙げられたこともあった教訓から、今回はあくまで浮上しない姿勢を貫いたと考えられる。